どうも梅太郎です。今回は京都市下京区にある島原からスタートです。こちらの島原大門は嘉永7年に島原の東半分が火災にあった時に一度焼失しましたが、慶応3年に再建されたと伝わります。島原は幕府公認の花街として発展を遂げました。遊園だけではなく、和歌や俳諧などの文芸も盛んに行われていたといいます。江戸の吉原は閉鎖的でしたが、島原は男女の出入りも自由に行われており、開放的な花街だったと伝わります。島原では宴会の席である揚屋と太夫や芸者を抱える沖屋の2つに分かれている送り込み制という営業形態をとっていました。遊郭は江戸の吉原のように遊女を抱えて営業を行うものであり、それに対して島原は遊郭ではなく花街として俳諧などの京都文化の中心的役割を果たしてきました。遊郭と花街とでは少し意味合いが違うようです。こちらは和違屋です。和違屋は江戸時代陽華楼という名前で沖屋として創業しました。和違屋には幕末の名妓と言われた桂小五郎のお抱え太夫であった桜木太夫が在籍していました。和違屋の2階には桂小五郎が書いた掛け軸があるといいます。表札に観覧謝絶という文字があります。これは一見さんお断りという意味です。誰かの紹介がないと入れないということですね。和違屋は現在でもお茶屋として営業を続けています。まだ営業が続いてるってすごいですよね。建物もとても趣があって江戸時代の雰囲気が伝わってきました。道を歩いてると誠の湯という銭湯がありました。名前がいいですね。草加元帥の三次の炭屋と書いた石碑がありました。この炭屋は幕末の金の志士である長州の草加元帥、薩摩の西郷隆盛、土佐の坂本龍馬らの三次の場として利用されたと伝わっています。めちゃくちゃ雰囲気あるじゃん。また炭屋は京都において民間最大規模の共演の場であったといいます。炭屋は現存する唯一の揚屋の遺構として国の重要文化財にも指定されています。現在は炭屋もてなしの文化美術館として建物内を見学することができます。どうですかこの外観、しびれますね。まさしく京都って感じですよね。入り口で入場料1000円を支払って中を見学しました。現在炭屋の見学は入場制限がされており、係員が案内する形になってました。時間も決まっているらしく、結構駆け足での説明だったので写真を撮るか動画を撮るか迷ったんですけども、写真を中心に撮りました。こちらは網代の間です。天井が網代の形に編み込まれていることからこの名がついたようです。こちらは松の間から見ることができる朱庭と画梁の松です。江戸後期に出版された都林泉名勝図会に紹介され、この庭は多くの文化人の題材となりました。歌川広重などの浮世絵にも描かれ、
共鳴書としても有名だったようです。現在この臥龍の松は2代目の松です。この松の間は住屋の中で一番の大座敷だったようです。新選組局長であった芹沢鴨がここで宴会をしています。そして宴会後八木邸に帰った芹沢鴨はそこで土方歳三たちに暗殺されました。松の間は大正14年に一部が焼失してしまい、翌年にすぐに再建をしたようです。ここで芹沢鴨たちが宴会をしていたんですね。映画燃えよ剣でもその場面が描かれていましたね。近藤勇が踊って芹沢鴨が暴れていたのを覚えています。ここからは写真で紹介したいと思います。こちらは刀掛けです。こちらは刀タンスです。刀掛けは見たことあったんですが、刀タンスは初めて見ましたね。こちらは西郷隆盛が使用したと伝わる桶です。西郷どんが使っていたと思うと普通の桶もすごく見えます。こちらは台所です。ここで宴会の料理を作っていました。こちらは炭屋で使用していた家紋ののれんです。かっこいいですよね。こちらは生鮮食品料を貯蔵していた江戸時代の冷蔵庫です。当時はもちろん冷蔵庫がないので地下で食品を冷やしていたんですね。カゴもありました。幕末の志士たちもこのカゴを使っていたのでしょうか。そしてこちらが新選組の刀傷の跡です。くっきりと傷が入ってますね。この炭屋は本当に見応えがあるので、ぜひ皆さんも行ってみてください。炭屋の見学を終えた梅太郎は次の目的地である西本願寺に向かいます。西本願寺に着きました。立派なもんですね。新選組は池田屋事件で知名度が上がったことで大使が急増します。新選組の最盛期には200名の大使がいたといいます。大使の増加により身分の頓書では手狭になったことから、池田屋事件の翌年に新選組は頓書を西本願寺に移しました。西本願寺はもともと新選組と敵対する長州藩と深い縁がありました。そのため近藤たちはあえて西本願寺を新選組の拠点として長州と西本願寺の関係を消し去る目的もあったようです。西本願寺の境内では剣術の稽古や大砲を轟かせ実弾射撃を行っていました。また食料として豚の家畜までしていたといいます。境内で大使の切腹や粛清なども行われており、参拝する門徒や僧侶らを震撼させていたようですね。そのため西本願寺側では新選組の行為が大変迷惑であったと伝わっています。新選組は寺の北東にあった北周衛所と太鼓楼を利用していました。新選組が利用していた北周衛所は現在兵庫県姫路市の本徳寺へ移築されています。新選組が西本願寺を頓書にしたのはわずか2年間だけでした。こちらは新選組が使用していたと伝わる太鼓楼です。建物内には刀傷も残っているようです。現在は残念ながら中に入ることはできません。新選組2番組伍長であった島田海は戊辰戦争を戦い抜いた後、西本願寺の守衛を務め、ここで太鼓判をしたと伝わります。島田海は新選組大使の菩提を弔うため毎日念仏を欠かさず行っていたといいます。また戦死した土方歳三の戒名を書いた布を常に懐に入れていたと伝わっています。
西本願寺の強い要望もあり、新選組は西本願寺から新たに不動堂村に屯所を構え移ることになりました。この不動堂村の屯所が新選組の最後の屯所になります。新たな屯所の建設費、諸経費は交渉の末全て西本願寺が負担することになりました。屯所の広さは1万平方メートルもあったと伝わり、表門、玄関、死者の間、幹部の居間、馬屋、30人が入れる大風呂などがあり、その豪華さは大名屋敷と同等の建物だったと伝わっています。現在屯所跡にはリーガロイヤルホテル京都が建っています。大名屋敷ほどの大きな屋敷だったんですね。新選組の最盛期だったので屯所もさぞ豪華だったでしょう。不動堂村へ屯所を移転した時期、新選組は幕府直参になっています。新選組は幕府直参となり、この時最盛期を迎えていました。石碑には近藤勇の歌が刻まれています。この歌は文久3年に浪士組が会津藩のお預かりになった時に読まれた歌です。勤皇思想を持っていた近藤勇、しかし時代の流れにより会津藩ともども新選組は朝敵になってしまいます。この時の近藤勇の気持ちはさぞかし複雑だったでしょう。こちらは先ほどの屯所跡から徒歩5分ほどにある新選組の屯所跡です。最後の屯所は厳密に位置が不明のため、推測されている箇所に石碑が立っています。この地も新選組の最後の屯所跡と推測されています。新選組は池田屋事件や禁門の変などの活躍が評価され、将軍である徳川慶喜の直属の軍隊となり、ついに幕臣になります。局長の近藤勇は旗本となり、将軍への拝謁が許されるほどの身分です。武州多摩から武士になるという夢を抱いて上洛した近藤土方たちは、刀一つで農民から幕臣となり、ついに本当の武士になったのです。しかし夢を叶えた近藤土方たちの前に立ちふさがったのは時代の流れでした。新選組が最後の屯所にいる間に大政奉還が起こり、徳川幕府は終焉を迎えます。その後王政復古の大号令が発令され、新政府軍が誕生すると、新選組は京の都を去り伏見へ転出していくことになります。新選組は最後の屯所をわずか半年で離れることになってしまったのです。